おはようございます。もしもです。今回はパズドラ公式放送まとめ後編やっていこうかなと思います。前編見てない人はぜひ前編から見てみてください。というわけで早速やっていきましょう。さあ、新降臨チャレンジということで、後編はいきなり新降臨チャレンジからのスタートです。もうダンジョン来てるからね、みんなやったかもしんないけど。いや、俺のね、一番好きなキャラと言っても過言ではない、この闇アテナ。まあ、これがね、極性進化するということで。いや、これはかなり熱いっすね。さあ、この新降臨チャレンジは3人協力プレイで極性アテナ降臨、アシスト無効壊滅級に挑戦すると。で、新降臨チャレンジのルールは、岩井さん、マックス、村井さん、スーさんで挑戦、ノーコンクリアでチャレンジ成功。編成ルールは、まあ、いつも通りコラボキャラ禁止と。ね、コラボキャラね、意外となんかミニキャラもね、コラボに入るみたいだから、まあ、あの辺も使えなかったっぽいですね。で、新降臨チャレンジ、これね、結局なんやかんや3問着ぐらいあってね、全部2倍の報酬になったんで、まあボックス確認してる人はね、多分全部届いてると思います。で、さらに完全ノーコンクリア達成で、なんかいつもあれだよね、実質ほぼノーコンクリアみたいな、毎回ねそんな感じなんだけど、今回は完全ノーコンクリアでフェス限確定スーパーゴッドフェスを追加。これはね、魔法石20個分の価値があるんで、まあ、激アツな報酬ですね。で、まあ、3人のパーティーはこんな感じ。岩井さんがライジンとマリエルで、マックス村井さんがアキネで、スーさんがバレンタインイデアルと。なんかマリエル打ちまくってて面白かったですね。で、これでね、無事クリアしたんで、報酬がゲットできました。まあ、ダンジョン内容もね、結構簡単だったよね。さあ、続いて、297プロジェクトということで、時計ですね。で、まあ、得点は、まあ、それぞれこんな感じでついてくると。で、これらのコンプリートボックスが133,380円。で、まあ、297が、まあ、大量についてくると。まあ、お金持ちな人はぜひ買ってみてください。もう発売開始されてますね。で、ニューエラとコラボ。まあ、この、コラボキャップもね、あれですね。前から情報は出てましたね。で、こんな感じと。まあ、かっこよくはないかな。次行きましょう。さあ、続いて、パズドラモンスター総選挙結果発表ということで、ついに結果が発表されましたね。トップ5が発表されてたんで、早速見ていきましょう。まず第5位、ナーガ。で、ナーガね、俺ちょっと思ったんだけど、なんかこんなに、あれだね、鉛筆で描いた感というか、ちゃんと、えって感じが、やっぱり昔のキャラだから、しますね。まあ、ナーガもね、昔強かったよね。もう俺もね、めっちゃ集めてました。さあ、続いて4位、ミル。いや、ミルはね、正直トップ3に入ってくるかなって思ったんですけど、意外な順位でしたね。いや、ミル4位か。もうちょっとね、上に行ってもいい気がしますけどね。で、3位、デイトナ。これなんか最終のあれで残った時、俺ちょっとびっくりしちゃうんだけど、あ、デイトナ残るんだと思って。確かね、アンケート取った時が、デイトナがね、最強リーダーだった時なんですよね、多分。っていうので、今、票が集まったっていう。まあ、おそらくそんな感じですかね。なんかこの辺もね、グッズ化されたら、なんかフィギュアで結構ね、かっこいい感じになるんじゃないかみたいな、まあ言われてるんで、まあその辺はどうなんでしょうか。まあでもね、デイトナ出すんだったら、全部出してほしいよね。シーウルフとか。ノーチラスとかね、ブラックバールとか、まあ、その辺のプラモデルやっぱ欲しいですよね。で、続いて10連ガチャドラ、これもめちゃくちゃ意外でしたね。いや、まさか、まあ、10連ガチャドラ、すごいいいけどね、出たら。いや、いいんだけど、なんか、人気かと言われたら、人気でしたね。なんか、うん、あ、そうなんだ。で、まあ、その10連ガチャドラを抑えて1位になったのは、やっぱりイデアル。まあ、イデアルもね、人気だとは思ってたんだけど、まさか1位になるとは思わなかったな。なんか、昨夜あたりが1位なんじゃないかなと思ったんですけど、なんか、龍剣士、龍冠士から来ましたね。まあまあ、確かに初のアニメーション、ボイスは、違ったかな。ボイスはね、確か初じゃなかったと思うんですけど、まあ、動くアニメーションは、このね、イデアルが初ということで、まあ、あの頃は強かったですね。まあ、今でも、まあ、弱くはないけどね、イデアル2体編成ということで、まあ、配下金勢だったら、まあ、組めましたけど、まあ、俺はその当時は組めなかったですね。なるほど、イデアルが1位と。で、第1位となったイデアルのグッズ化が決定、他のキャラはグッズ化しないのかな。さらに、ストーリーダンジョンを制作決定、ぜひお楽しみにということで、10連ガチャドラ1位になったら、ストーリーダンジョンとかどうなったんだろうね。って考えると、ちょっと面白いですよね。そっちの世界線もまた気になる。さあ、続いて、進化情報、丸1位ということで、まあ、この辺はさらっと見ていきましょう。なんか時計になるっぽいですね。これもぜひね、グッズで出してほしいですよね。まあ、デザインもめっちゃいいしね。なんか綺麗だし。で、懐中時計をモチーフとした新たなアシスト進化が追加ということで、対象モンスターは総勢16体、変身ロボシリーズだったり、まあ、ミルだったり、カーリーだったり、なんかレイワだったり、クロノタートルも入ってますね。なかなかね、意外なキャラも入ってると。で、まあまあ、性能も軽く見ていきましょう。シーウルフが7コンボ強化武器、ついに来たかと。まあ、でも今更7しぶき、つけるかな、微妙だよね、そこは。で、ロイヤルオーク、まあ、これはね、確か、もともと、シェリアスの武器が L 字ね3つ持ってたと思うんですけど、まあ、ロイヤルオークも L 字3つと。で、なんとノーチラス、無交換武器、しかもね、デメリットなしの無交換武器。まあ、これはなかなか強いんじゃないですかね。ヘラルナだったり、まあ、竜巻だったり、まあ、そういうキャラにね、つけたら、まあ、進化が発揮されるんじゃないかなと思います。これ結構面白そうですね。で、デイトナは 2A2 つ武器と、3ターンヘイストもできるっぽいですね。なかなか強そう。で、ブラックバードは闇の輝き2つ、って感じになってます。で、続いて10周年記念パワーアップ実施ということで、10ヶ月連続、毎月10体、合計100体のモンスターたちをパワーアップ。じゃあ、きっと俺の好きな指針あたりもパワーアップされるのかな。その辺をちょっとね期待して待っておきましょう。で、まあ例としてね、3キャラ挙げられてましたね。まずエキドナ覚醒が魔改造されて、まあリーダースキルも結構強くなってますね。なるほど、超覚醒もついたと。で、エンチェントドラゴンナイト、まあエンドラもね 6.25 倍の時代懐かしいな。俺がねちょうどパズドラを始めてちょっとぐらいした時かな、エンドラが流行ってましたね。もう懐かしいどこじゃない。もう初期の初期あたりだからね、もうとんでもないですね。当時ね俺は小学生だったと思います。いやマジか。小学生か。
で、ソフィー聴覚生に5色以上強化がついて、いいっすね、5色以上強化。なんか多色にも入れやすくなったと。で、スキルでダメージ半減。まあ、これはね、軽減系上書きしちゃうんで、打つタイミングがちょっと難しそうですよね。まあ、でも純粋に強化されました。まあ、ただね、個人的な願望としては、半減はね、いらなかったから、まあ、ターンを3とかにしてくれたらね、めっちゃ良かったですね。まあまあ、半減もね、悪くはないんだけどね。で、これらももう実装されてると。まあ、この辺の情報はね、ぜひ運営サイトを見てみてください。で、続いて297プロジェクト2つ目ということで、モーリーファンタジーとコラボします。で、まあ、例えばね、クッションだったり、結構でかいっすよね。このクッション結構でかいよね。黒メダルのクッションとかあるんだね。俺は虹メダルのクッションが欲しいな。あとはバスタオル。なんかシークレット丸っぽいですね。シークレットなんだろう。全然思いつかないけど、イデアルとかかな。で、あとはアテンの、ダイカットミニクッションボールチェーン。なんかアテンが分岐したのは、まあ、これがやりたかったからって言ってましたね。なんかね、フニフニしてるキーホルダーでしたね。気持ちよさそう。で、アクリルスタンド全5種ということで。ああ、なるほど。両面になってんのか。10種じゃねって思ったんだけど。よく見たら、セイナセイナだったね。セイナイルミナ、チーリン、デルシャナ、ああ、名前が出てこない。名前が出てこない。けど、留学士のね、あの子ですね。で、なんかオンライン限定デザインもあるっぽいですね。グレオン、そして、また名前が出てこない。なんだっけ、こいつ。やばい、緑の方も名前が出てこない。やばい。で、まあ、あと、ドロシーと見かけと。まあ、もう、パズドラもね、10周年だもんね。俺も10年このゲームやってると、だんだんね、脳が老化してくるよね。あ、ディーナだ、ディーナ。ディーナと、あ、絶対出てこないわ。パネラだ、パネラ。うわーってなったら、こいつ思い出したいな、名前。あ、絶対出てこない。ここまで沼ると絶対出てこないわ。さあ、続いて缶バッジが発売されるっぽいです。これはね、あれだね、ストーリー系のキャラがラインナップされてますね。これちょっと吐く欲しいな。で、続いてクリアファイル。なんかこれはね、500円投入することにね、店員さんに言えばもらえるっぽいですね。で、続いてのキャンペーンとしては、モーリーファンタジー公式ツイッターをフォロー&してツイートリツイートして、まあなんかいろいろもらえるっぽいです。なんでね、興味ある人はぜひやってみてください。まあ応募期間もあるんで、まあそこは注意ですね。で、これが2月23日水曜日より順次展開開始と、まあ欲しい人はね、ぜひモーリーファンタジーに行ってみてください。で、続いて、これは、まあ、個人的にはね、結構嬉しかったな。サントラ CD アルバム発売決定ということで、まあ、パズドラのね、サントラはめちゃくちゃいいからね。まあ、俺も個人的にちょっと買おうかなって今悩んでます。で、パズドライラスト画集、まあ、これも久しぶりに出るね。前回出たのって何年前だろう ?5 年前とかかな。まあ、これがね、まあ、新しく297体だったような気がしますね。297体人気キャラを、まあ、乗せて発売されると。まあ、これもね、興味ある人はぜひ買ってみてください。で、10周年プレゼントキャンペーンということで、パズドラのあのゲーム画面のね、確か一番右のところを押すと、まあ、このね、キャンペーン応募できるフォームがあるんで、まあ、これらのねグッズが欲しい人はぜひね、まあ、応募フォームから応募してみてください。で、続いてダンジョン情報。前後章大魔女5人のストーリーダンジョンが5週連続で登場決定ということで、まあ、この辺もちょっと気になりますよね。まあ、俺はね大魔女で、まあ、特にこのキャラっていうね好きなキャラいないんで、まあ、あれですけど、まあ、例えばねゼラが好きとか、まあ、サレーネが好きとかねっていう人は結構嬉しいんじゃないですかね。さあ、これも楽しみに待っていきましょう。で、コラボ情報丸2ということで、ハンターハンターコラボですね。まあ、事前に発表があった通り、まあ、コラボが復刻するとからの新規コラボイベントも同時開催というわけで、既存のねコラボとあと新規コラボどっちも来るっぽいですね。まあ多分ね新規コラボの方は、うん、石の数増えてますね、間違いなく。で、新キャラがまずゴン。なんかイラストも結構ねリニューアルされてますよね。で、キルア。キルアもいいっすね。色がめっちゃ綺麗。で、クロロ。さあ、団長なんでしょうか。めちゃくちゃ強そう。で、キメラアントの王。メルエムですね。まあ、メルエムのね、このイラストめっちゃいいよね。まあ、これもね、変身キャラになってるということで、強そうな匂いがプンプンしますね。で、シャルナーク、フェイタン、ノブラガ、雫、ウボウギン、マチ、イルミ、ヒソカ。というわけで、まあ、続報をね、お楽しみにと。まあ、いつ来るかはね、まだ言われてないですけど、まあ、近日中に来るんじゃないかなと思います。さあ、続いて、ヤマピーの称号チャレンジ開催ということで、見事ね、ノーコンクリア達成すると、山本 P がもらえる称号、P。ピーいいね、シンプルでね。で、まあ、これをね、新しく出るスイッチ版のパズドラでプレイして、で、まあ、ノーコンクリアしたんで、フェス限確定スーパーゴッド S が3連来ましたね。これはめちゃくちゃありがたい。そうそう、こんな感じでクリアしましたね。で、まあ、山本 P は P の称号をもらって、まあ、ユーザーは、まあ、スーパーゴッド S が引けると。いや、ウィンウィンですね。で、まあ、これもすでに2月20日なんで発売してますね。で、続いてイベント情報。パズドラの世界を彩る新シリーズが登場。これ多分ね、レアガチャだと思います。原画師、イリュージョナリーアーティスト。ってことで、原画師のイベントが来るっぽいです。いや、これもね、俺、ちょっとね、イラスト見たんだけど、めっちゃいいですよね。さあ、まずデジタル原画師。さあ、プリム。で、これが究極進化なのか変身進化なのか分かんないけど、見た目がめちゃくちゃいいと。で、続いてレン。まあ、レンもいいですね。で、ロボン使いなんだ。で、漫画原画師。あ、すごい、漫画家っぽい。エリオ。おー、なるほど。あ、漫画っぽいね。で、パステル。さあ、パステルはこんな感じと。これも漫画っぽくていいっすね。で、グラフィティ原画師。これね、めっちゃいいんですよね。メルティ。このキャラやばくない？いや、俺この、グラフィティ原画師が一番好きかもしれない。いや、これやばいな。ぜひ動いてほしいですね。
で、アシュリー。これもいいね。なんだっけ、こういうキャラいたよね。こういうスーツを着た。うわー、名前が出てこないけど。まあ、アシュリーも来ると。いやー、これもいいっすね。髪型がちょっとアンドロメダっぽい。で、水彩原画師。これも色が綺麗ですね。アトリ。これはあの、神秘の次元に出てくる。あいつとちょっと色が似てますね。で、ハンス。あー、これも色が綺麗。で、まだいます。版画原画師。めっちゃいるね。クロエ。あー、クロエもいいですね。で、水墨原画師。リクト。いや、なんかあれっすね。絵も、それぞれ。なんだろう、水墨だったら水墨っぽくて。いや、ほんとイラストめちゃくちゃいいですね。で、海舟。これもかっこいいね。で、これが海舟の2形態目と。これが2月22日。ということで、もうすぐ来ますね。まあ、ぜひね、みんなは石を温存してください。俺は、なんか、なくなっちゃったんだけど、なんでだろうね。なんでだろうね。気づいたらなくなってましたね。うわー、これ見た目めっちゃいいから残しておけばよかったな。うわー、しくった。ちょっとノリで引いてしまった。さあ、続いてコラボ情報3ということで。まあ、これはね、そんなに詳細な情報を発表されてなかったんですけど、まあ、キングダムが来ると。まあ、キングダムもね、よくコラボでね、これ来てほしいなっていうので挙げられてましたよね。まあ、ドラゴンボールは来なかったか。まあまあ、キングダムもね、すごい人気なんで盛り上がること間違いなしということで、もうこれもシンプルに盛り上がるって意味ですごい嬉しいですね。まあ、俺はね、キングダムは読んだことないんだけど。最近来るコラボ全然知らないコラボばっかりなんだよな。まあまあ機会があれば読もうと思います。で、まあ11年目もよろしくお願いいたしますということで、まあ一応ね、大まかな内容はこんな感じでした。で、あと新たな進化情報、この辺はちょっと長くなっちゃうんで割愛していきましょう。まあただね、1体だけ、まあ、これスピカめっちゃイラスト良くないですか。俺ビビったんだよね、これ生放送で出てきた時に。もうイラスト超いいっすね、これ。めっちゃいいやないかい。まあ、前編後編と、まあ、かなりね、情報盛りだくさんでいい放送だったんじゃないでしょうか。なんかこれから来るイベントだったりコラボだったりすごい楽しみですよね。はい、というわけで以上、パズドラ公式放送まとめでした。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしていってください。バイチャー！アディオス。